続いてのクラスはシニアマックスクラスです。まずは A グループの戦いとなります。それではスターティンググリッドをご紹介いたしましょう。今シーズン好調なこのドライバーがポールポジションです。ポールポジションはゼッケン5番、ピーターパントレンタクワトロヒーローズ遠藤翔吾。タイムは49秒754でした。セカンドグリッドゼッケン19番、今年は OK に参戦です。アルティヒストリー古谷優雅。3番グリッドゼッケン3番ヒーローズ西尾和沙。4番グリッドゼッケン31番アキラトレーシング出石哲也。5番グリッドゼッケン33番 KP バズ藤原道長。6番グリッドゼッケン6番 HRS ジャパン奥田桃。7番グリッドゼッケン13番アッシュ富田蓮。8番グリッドゼッケン51番モモックスカードレーシング山内剛。グリーンフラッグ振られまして好スイングです。9番グリッドゼッケン15番ワイズカーティングティーム三井雄介、今シーズンからシニア参戦。10番グリッドゼッケン21番トレンタクバトロ中田修斗。11番グリッドゼッケン14番春菜カートクラブ松田亮介。12番グリッドゼッケン20番 KP バズ向井達也。13番グリッドゼッケン24番チームグローバル谷田浩志。14番グリッドゼッケン11番ヒオレモータースポーツ古井久吉。15番グリッドゼッケン25番ワイズカーティングティーム高野優太。16番グリッドゼッケン27番 KP バズ石崎修也。17番グリッド浜久保太一。18番グリッド山内拓磨。そして19番グリッドゼッケン32番高山短大R ウィズバイズカーティングティーム室井飛鳥。以上19名が参戦となっております。 A グループ予選ヒートスターティンググリッドをご紹介をいたしました。隊列は最終コーナーから立ち上がってまいります。フロントロー遠藤翔吾古谷優雅。シグナルレッドテント予選ヒート8周、今ブラックアウトスタートを決めていきました。古谷優雅の後ろ出石哲也、いいスタートを決めていった。縁石乗りながら立ち上がってくる遠藤翔吾はいいスタートを決めていったか。現在トップをキープしているのは西ストレート入っていきます遠藤翔吾です。2番手には古谷優雅が戻していったか。古谷は現在3番手の模様。2番手に上がっていったのは一体どのドライバーなんでしょうか。遠藤の後ろにピタリとつけております。そして4番手には奥田桃。2番手にはですねゼッケン3番ですね西尾和沙です。遠藤西尾と続いております。3番手古谷優雅、4番手には奥田桃。ヘアピンから立ち上がってくるほとんど切れ目のない集団となっています。しかしですね3台が遅れてしまった模様で、オープニングラップで何かあったでしょうか。ヘアピンのところ立ち上がってまいります。さあ最終コーナーで三井雄介がポジションを一つ上げていきますが、何かオープニングラップの時に混乱をしてしまったのがゼッケン27番の石崎修也であり、今最終コーナーから立ち上がってくるゼッケン11番の古江久一、さらにはですねこれ富田蓮も大きくドロップをしてしまったという状況になりました。予選ヒート8周オープニングラップ3台が遅れてしまったという状況になりました。トップは遠藤翔吾、今下り 25R へと向かっていきます。後ろには西岡寿佐、3番手古谷優雅の後ろにピタリとつけているのが奥田桃です。その後ろ少し開けて藤原道長、そしてオレンジ色のカラーヘルメットを装着いたします山内剛がつけています。山内剛が今藤原道長の後ろにつけておりまして、6番手少し間隔を開けて中田修斗、出石哲也と続いています。その後ろが松沢、そして向井達也の後ろが2台ということになりますね。向井谷田講師高野優太となっています。さてトップ2の間隔は先ほどの周回でコンマ3秒ありました。3番手4番手争いが一触即発、いつ変わってもおかしくありません。古谷優雅と奥田桃のバトル、この周回ではですね奥田が前に出てきておりますね。奥田が3番手、4番手が古谷、その後ろ藤原道長山内と続いています。ここの織田の変化はありません。その後ろがですね現在つけております中田修斗、出石哲也というオーダーになっています。大きく見れば第一集団が山内まで、その後ろが中田修斗を先頭にした第二集団という形で、中田、そして31番の出石、松田は向井、さらに
谷田講師、高野雄太というここが第2集団というところですが、谷田講師を捉えていったでしょうか。高野雄太が一つポジションを上げたように思います。さあどうでしょうか。西ストレート立ち上がってまいります。向井を先頭にしました。この三つ前がですね、今 3,4 コーナーから立ち上がってくる SJ と入ってくるところです。オーダーの変化は現在のところありませんが、そのギャップが詰まってきているのは2番手争いです。奥田桃のペースがいいんです。ファステストを記録しています。奥田桃、前を行く西尾和沙とのギャップをみるみる縮めてきております。奥田桃は現在3番手、西尾和沙は現在2番手。この後タイムアップ測ることができるか。西尾和沙2番手をキープしながら 1,2 コーナーへと入っていく。2番手争い、西尾と奥田、そしてその後ろのバトルなんですけれども、まだすぐにバトルにはならないかもしれないんですが、3台のマシンがあります。古谷、藤原、この藤原道長と山内のこの辺りのバトルもこの後どうなってくるんでしょうか。レースは後半に入りました。トップの遠藤翔吾、この2番手とのギャップなんですがコンマ6秒ありました。さあそして2番手3番手争いなんですが、この周回で奥田桃が前に出ておりまして2番手に浮上しています。しかし引き離されるわけではありません。西尾和沙もしっかりとその後ろにつけています。奥田、西尾、古谷、藤原道長、山内というオーダー。少し離れまして、その第2集団、向井達也が1コーナーインサイド飛び込んでいきます。中田シュートを捉えて立ち上がってくることができるか。第2集団の方でも大きなバトルが行われております。トップの遠藤はその差をコンマ9秒引き離している。これは何もトラブルがなければトップチェッカーということになりそうです。いやとはいえ奥田桃のペースが非常にいいので、遠藤翔吾もレース後半にかけてですね、このタイムアップを図らなければうかうかとはしていられないかもしれません。そのトップ2のギャップがコンマ9秒から縮まってくるかもしれません。西尾和沙は3番手、4番手が古谷、藤原道長、山内拓真、トップ集団。最終コーナーから立ち上がってくるこのゼッケン21番の伊豆石を先頭にしたこのバトルもですね、非常に中田シュートを先頭にしたこの4台のバトルも 1,2 コーナーのところかいぐぐってくる。向井達也のヘルメットが光っていきます。ポジションアップ、そしてオーダーの変化があったでしょうか。このあたりが第2集団でしたら9番手争いとなっております。トップ2のギャップはコンマ4秒、コンマ9秒のまま変わりません。タイムの方は遠藤翔吾が50秒45、それに対して奥田桃が40秒42と100分の3秒奥田桃が早いんですけれども、コンマ9秒というギャップはそれほど縮まってきません。6周終了、7周目に入っています。残り周回は2周です。予選ヒートであまり無理をしないということになるでしょう。さあ戻ってくるとこれがファイナルラップということになります。遠藤翔吾を先頭にファイナルラップへと入りました。そして予選ヒート、そしてつまりこの第1グループ第2グループで分かれているというわけですから、ここで決勝に進めるかどうか、セカンドターンヒート行きというのがあるんですが、そのボーダーライン上にいるのが今14番手争い、浜久保大地と三井祐介ということになります。このままだと三井祐介はセカンドチャンスに行ってしまうということになるんですが、三井祐介最後のこの1周で前に行くことができるでしょうか。このシニアマックス A グループ予選ヒート、トップは遠藤翔吾で今最終コーナーへと向かってきます。2番手奥田、そのギャップを詰めてくるんですけれども、前に出るまでには及びません。現在トップチェッカーを受けていきます。遠藤翔吾、奥田桃、西尾和沙、古谷優雅、藤原道長、山内剛、伊豆石哲也、松沢亮介、谷田浩司、中田修斗の前に高野雄太が出てまいりました。山内剛、松本大地、向井達也、中田修斗とチェッカーを受けていきます。14区までがですね、文句なしで決勝に進出することができるということですから、15番手チェッカーを受けてしまいました三井祐介からセカンドチャンスヒット行きということになってしまいます。でもまだ、正式結果が出ないとわからないんですけれども、リザルトにつきましては、正式のものをご確認いただきたいと思います。ジニアマックスクラス A グループ予選ヒート、トップチェッカーは遠藤翔吾でした。